おしっこちゃんとでな寝てね、この辺にいたので、ここでご飯食べてぐーっと歩いてご飯食べたけど、器洗う前にどうかなと思ってお水を入れてみたら、お水も飲んでる。ルールおしっこいっぱい出たし、いっぱい飲むわね。いい子だわ。今日のルールはなかなか、体調はいいかもしれない。主人が薬をあげてるからかな。心臓の薬はね、ドッグフードと一緒に食べています。カリカリ。私のおじいさんの置物、亡くなってしまったおじいさんの、詩人のおじいさんの、本棚にあった置物だけがあそこに残っている。もう跡形もなくなって空き地になってしまったってねえ。菅原克美で検索してみてください。私の大好きな大好きな詩人です。いい子だな今日。季節もね、手助けしてますね。この5月っていう、蒸し暑、ちょっとだけこれから蒸し暑くなるけど、まだ清々しいんですよ。朝ね、暑くなくて。菅原克己っていう詩人のおじいさんの大好きなね、季節よ、5月。5月の詩をね、いっぱい書いてるわ。彼にはね、ダリっていうね、犬がいたのよ。ダリのこともね、詩に書いてるの。40歳の時に詩人のも、もってね、夢中のも、詩人のもっていうね、詩を書いてるの。そこで妙な予言みたいな感じの詩になっちゃってるんだ。ダリのことなの。でも詩人の藻だ。誰の藻じゃないわ。あれ、もう一回読み直そう。痛くそれに感動した。いっぱい飲んでる？上手ね。でもちょっとあなた、大好物だったな。パンが全部残っちゃったわ。よいしょ。よいしょ。はい。ああやられた。避けられちゃった。大丈夫。食べてごらん。ここよ。ほら、ペロ。そうよ。ここよ。ほら、パンが、ペロペロ。ペロペロ。そうよ。ペロペロ。ペロペロ。ここか、ここか。ペロペロ。ああ、もうやっと、舌を動かしてんのね。どうやったらいいの？こうか？なんとかして食べさせてあげたいんだけど。あ、上手。偉いよ。そうだ、みんな飲んじゃったの。お利口ね。バッチリよ。あとも暇があったら食べていいわ。はい、どうぞ。難しい。もう少し飲むの、水。すごいな。あ、でももう急には、プールのお世話で1時間経っちゃいますよ、すぐに。よいしょ。こういうのね、これペットボトルで犬にあげるとき思いついた。ほら、全部開かない。ちょっとだけちょろちょろちょろ。ほらほら、これいいです。いいことです。こうやって使えばいいわ。ペットボトルドバーッと出てさ、ルルちゃんにかかっちゃうでしょ、たまに。ほら、これだったら適量がちょっとだけあげることできるわ。ピク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 、ほらピクピク。あげすぎだった。あ、いいですね、これ。お醤油なんかの、くってパキってやるやつも、ほんの少しだけ開けて、で、症状、ちょろちょろちょろってね、垂らしてね、使うっていうね、裏技をしてる女の人もいました。その人はね、作家のね、奥さんだった。
どっかで知ったんでしょ、この一升瓶みたいな、このペットボトルのお醤油とかなんかは、ここのところ、ポン酢でもなんでも、中にある、あの、なんですか、タグ、そのタグをほんの少しプチってと切っと、あの、開けるんだって。で、そのまま外さないの。で、そのままにして、こうやってやると、ちょろ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 って出て、あの無駄にっていうか、入れすぎなくてね、いい、こうやってやるんだよって教えてくれた。詩人のね、作家の奥さんです。タケノコ持ってってね、私がね、そのお宅にね、台所まで入ってってね、茹でて帰ったの。先生呆れてた。そう、小沢先生、小沢信夫先生。呆れてた。で、先生もね、あと夕方になってね、2時間ぐらい経ったらもうね、自分の書斎でね、居眠りしてた。で、奥さんもね、そばでね、でも奥さんはね、そばでね、話してたんだ。楽しかったの。だから、今度ね、その奥さんが、今一人なんですよ。去年、先生亡くなったの。コロナじゃなかったけど、もともと、肺が弱いから。それが元でね、まあ、96ぐらい ?94 ぐらいかな。でも、高齢で亡くなったんですよ。それで、そう。奥さんね、そのことね、覚えてるみたいで、一回ね、ただ、お線香が行くだけじゃ、私コロナでね、現役に出られなかったから、一回奥さんのところに行きたいなって言ったので、ただ行くにはあれだから、奥さんも一人暮らしになっちゃったから、いつもだったら、夕方、二人で、いつも夜中に、お散歩があったら出かけて、で、二人でね、外でお食事してるって言ってたの。だから、それを思い出したから、今度私が先生の奥さんと、そう、日高書店の日高さんと、三人でお食事しようって。あ、そうそうそう、そうだね。日高書店の、事務方の方、もう、女の人も一緒に。私と同じ名前なの、のりこさん。その人も一緒に、どうかなって、今計画中です。ふわっとね、思いついたの。お線香あげに行くだけだったら、寂しいでしょ?思い出話ができるのはいいけど、それだけじゃ、一人でご飯で食べるのってね、一番寂しいんだよ。旦那さん、同じこと、私のおばさんがそうだったから。旦那さんと、まあ、母屋で二人で住んでて、で、その旦那さんが死んだら、なんだかんだ言って結局、ああ大変。あ、なんだクマバチみたいなやつだ。ほら、かわいい。かわいいやつだったわ。スズメバチかと思ったじゃん。かわいいわ。あなたならいいわよ。ルルのそばに来たから心配しちゃったわ。ブン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 、かわいいの。あれ?あ、いた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 。あ、ダメ、よかった。妨害しちゃったわ。あー、綺麗だわ。朝日はごちそうだね、植物にも。朝がいいのよ。西日よりも朝日が当たる方が、当たる場所の方が植物はいいって言ってたけど。あれ?いつの間にか移動してる。ここからここに。ああ、ルル、日が当たるよ。気をつけてね。また長くなっちゃった。お前といると長くなるわ。あれ、これ。